老齢の年金の、年金額の計算方法につきましては、まあ、いろんな書物とかですね、あるいはインターネットの方で計算式が書かれていると思います。で、もう何ともですね、難しい内容ですよね。で、ご自分の場合にですね、年金がいくら受け取れるのかっていうのを、手計算でね、出すというのは、もうこれはもう事実上難しいだろうなと思います。で、まあ、年金事務所の方にね、年金相談に行かれて、で、年金額の、見込み額照会を、するというようなことが一般的だろうと思います。で、経営者の方もね、そのような形で紹介をされることが多いと思いますが、経営者の方は報酬が高い方が多いですからね、結局、報酬との調整で年金が受けられないという方が多いと思います。で、私どもでは、役員報酬の年間総額は変えなくても、支払い方を変えるだけで、老齢厚生年金が支給停止にならないで受け取っていただけるようになると。こういう情報をお伝えをしております。経営者の方限定でね、お伝えをしている情報です。ご関心がございましたらお問い合わせください。